死神のやつ。なんか新キャラ。エッチするだろ。ギャルはやっぱり世界を救う。んで、来週の予告が、カフとザインと告白と、ザインが抜けると見せかけて、抜けないって展開やるだろうけど、ほんと楽しみです。以上、死神のお話でした。